さあ皆さん、立命館行ってみたいと思います。今日の長文全体像はこちら。空小10問題と下線部説明、まあ合計13問あるんですが、さすがにちょっとこれ全部やってるとですね、まあ視聴時間が長くなって皆さんご覧いただけないので、空小10問題は4問、下線部説明は2問、合計6問いきますからね。そして皆さん、この空小10問題を解くときにぜひヒントにしていただきたいところが対比関係でございます。では他の動画でもちょくちょく皆さん言及させていただいてるんですが、対比の関係はヒントになったり、正解ですね、そのものズバリということが結構起こりますので、意識することで合格に近づきますからね。ということで6問頑張っていきましょう。サムさん、第一段落でございます。注釈1箇所ついてますからね。一読していただいた後、この空所 A、 選択肢皆さんこちらでございますので、検討をお願いします。サムさん、読んでいただいてわかるかと思いますが、インドの料理とヨーロッパの料理、そこの関係性の説明がありますよね。でもさ、インド料理は様々なフレーバーズ、まあ、カレーを作っておりますので香辛料で、ヨーロッパの料理ではシミラーフレーバーズ、まあ、似たような香辛料を使うんでしょうね。ですから空欄 A の左側は different で、空欄 A の右側は similar、 矢印で言うとこんな感じ、つまり対比の関係ですよね。でそれで選択肢眺めていただきますと、これ結構一発でいけそうですね。で選択肢1番は accident ですから偶然で、2番をすっ飛ばして3番が定義で、4番が法律と考えると皆さん2番が良さげですよね。 by contrast、 対照的に、ですからインド料理とヨーロッパの料理、それの対比関係でございますので、正解は2番ということでよろしいかと思います。さあ続いて第2段落でございます。で皆さん、注釈1箇所だけついておりますので、料理のですからね。で皆さん、また一読していただいた後、この下線部あ、これが指しているものをこの選択肢4つの中から1つ選ぶ、そういう問題でございますので、検討をお願いします。すみません、主語のところに代名詞がおりますので、普通はその左側ですね。直前の主語と同じではなかろうか。と思って確認してみると、previous research。まあ、過去の研究でいいんですが、かすみません、右側読んでいただいてわかるかと思いますが、皆さん、特に ingredients、材料って書いてますよね。ですから、食材の話でございますので、さすがに研究とはつながってこないかと思います。ですから直前の主語とちょっと違うなぁと判断できたわけですから、さらに手前の主語を確認すると、ウェスタンキュイジーン、まあ、西洋の料理、まあ、それであれば皆さん食材にもつながっていきますよね。で皆さん、これで選択肢眺めていただきますと、まずは1番インド料理ではないですよね。で選択肢の2番すっ飛ばして3番ですが、イースタンが書いてませんよね。で選択肢4番はスタリ、研究ではない、先ほどここで判断できてますよね。ですから選択肢の2番、皆さん本文西洋って言ってるわけですから、2番のヨーロッパとバッチリですね。言い換え可能でございますので、正解は2番ということでよろしいかと思います。それでは続いての段落でございます。で、注釈は2箇所ついております。で、まずは全体像を把握していただくために、一読だけお願いいたします。それでは、まずは空所 B。選択肢こちらでございますので、検討をお願いします。それでこれ空所の左側 isn't と否定で、空所の右側 tend to 点点点で肯定、つまり否定と肯定反対になってますよね。つまり先ほどの空欄 A と同じように対比関係で、それで選択肢の中で対比関係じゃないものをまず2つ削ります。で選択肢の1番は as a result、まあ、その結果ということですから原因結果で、選択肢の2番は for example ということですから例えば、つまり抽象具体ですよね。で、一方対比関係を示しているのは3番と4番。で、どっちにするのかって話なんですが、この否定と肯定、この関係性があるときは皆さん、あれが正解ですよね。それをご存知の方もいらっしゃるかと思います。一方で意味を考えた方もいらっしゃるかと思いますので、まずは空欄の左側。皆さん、これ読んでいただいてわかるかと思いますが、対照的な香辛料、そしてスパイス。それを使うことは皆さん、インド料理にとって独自のものではないと。そうです。インド独特じゃないんですよね。で、空所の右側読んでみると、確かに世界中で使われている様子が伺えます。ですから、空所の左側の内容を右側で言い換えてるだけなんですよね。ですから、言ってることは実はほぼ同じ。で、そういう特徴、関係性を持ってる時に使える選択肢と言われたら、そうです。3番の in fact、実際はですよね。ですから空所の左側、インド料理独特、独自のものではないんですよ。で、空所 B で実際は世界のほとんどで使われていると。意味内容上バッチリ。で、選択肢4番は on the other hand ですから一方で。
ですからこの4番使いたければインド料理はウニャウニャ、一方で西洋の料理はウニャウニャ、そういう関係性になりますよね。ですが今回は左側の言い換えが右側、そういう関係性でございますので正解は3番ということでよろしいかと思います。さあ続いての問題はこの下線部位、選択肢これでございますので検討をお願いします。で皆さん下線部は同じようなやり方、同じような方法と言っておりますので多分上の方を皆さん遡って探し出しましたよね。でそうすると皆さんこの辺りにたどり着いたんではないでしょうか。対照的な香辛料とかスパイス、それを混ぜ合わせるんでしょうね。でもさ、ありがたいことに下線部では次の文章中にも同じような話が書かれております。特に文末さまざまなスパイスと書いてくれてますよね。でおそらく皆さんそれでいくと選択肢結構一発ですよね。そうです、選択肢の2番 Different Spices、 もうさまざまなスパイス直球で言ってくれておりますので分かりやすいですね。さすがに他の選択肢さまざまなスパイスという話はなしですから正解は2番ということでよろしいかと思います。さあ、続いての段落でございますが、これまたちょっと長いので、全体像を把握するために一読だけお願いいたします。さあ、まずは空欄水でございます。選択肢こちらから検討お願いします。さあ、これ空襲の左側、スパイスは点点点。で、その説明がフィッチメント。まあ、意味してくれてますと書いてますよね。で、おそらく皆さんその右側読んでいただいたかと思いますが、アッパークラス。上流階級の人たちだけがお支払いすることができました。つまり買えたんですね。で、それでいくと皆さん選択肢これいけそうですね。選択肢1番は多様な。で、2番をすっ飛ばして3番がホット。まあ辛いんでしょうね。で、選択肢4番はマイルド。で、もちろん上流階級の方たちがお金の話をしておりますので、選択肢の2番、エクスペンシブ。高い。そうです。高いんですから上流階級の方たちのみ。うまいこといきますので、正解は2番ということでよろしいかと思います。では続いて空欄 D の検討をお願いします。それでは空欄 D に入る前に前振りがありますよね。最初は高価なものだったんですが状況が変わり始めました。でどう変わったのかという話、まずこれ空襲の左側に書いてますよね。昔はエクスペンシブ、高かったものが became common、 ありふれたものになりました。ですから上流階級の方たちだけというわけではなくなったんですね。ですから空襲の右側、特に wealthiest、 裕福な家族、その方たちのステータスシンボルではなくなったんでしょうね。ですから空欄 D のところには否定語が入るはずでございます。で、実はそれで選択肢の1番は少なくとも、で2番はうにゃうにゃ以上、で3番すっ飛ばして4番はうにゃうにゃだけ。ですからはっきりと否定しているのは3番の no longer、 もはやうにゃうにゃない。ですからもはや裕福な方たちのシンボルではなくなったということでございますので3番が正解ということでよろしいかと思います。